を信じる。権力者に抑圧されようとも、悪徳弁護士にあざけられようとも、俺は法を信じる。しかし俺にはわからない。俺は法を信じる。たとえそれが本当の悪に直面したとき、いかに無力であろうとも。兄貴はいかにして死んだのか、俺にはわからない。俺に分かったことは一つだけだ。私は法を信じる。法は往々にして本当の罪を裁けない。どのようなことがあろうとも、私は今俺たちが信じられるのは二つだけだ。強大な力、そして真の正義だ。皆さんこんにちは、神猫マスター Z です。私の仕事はアニメーションやゲームの制作でした。業界に入って14年、アフローサムライ、新世紀エヴァンゲリオン、ギルティギアシリーズ、ブレイブルー、いろんなアニメとゲームの制作に参加しました。私はゲーム好きで、特に学生頃ゲームセンターでたくさん出会ったベルトアクションゲームが大好きでした。ファイナルファイト、キャプテンコマンド、パニッシャーみたいな数々の名作、何回プレイしてもその爽快感に圧倒されていました。当時のハードの性能はまだ非常に限られていて、それでも皆さんが頭を絞って性能限界の中、少しでも面白くなるようゲームを作り続けていました。でも現在ではハード性能の上昇につれ、ゲームで実現できることが多くなり、よりリアルに近い表現が求められ、いつの間にかゲームがハリウッド映画みたいに膨大なスケールやリアルの表現が溢れていて、昔みたいな単純明快で爽快感を感じるアクションゲームが徐々に姿を消えました。それで私が思いました。今の力で、あの頃あの時代のゲームがくれた楽しさを再現してみよう。私は仲間たちと一緒にこの企画を立ち上げました。作るのが非常に伝統的なベルトアクションゲームです。4ヶ月をかけて私たちはキャラクターデザイン、武器設定、美術設定とゲームの基本システムを完成しました。ゲームのキャラクターは日本アニメ風で、背景はアメコミ風の力強いタッチを採用しました。 2D ではなくドット絵でもなく、アニメ制作と同じ手法で、背景もキャラクターも一コマ一コマ全部プロのアニメーターの手で仕上げていきます。単純明快なプレイ体験とストレートな表現こそ、私がこのゲームに求めているものの全てです。説明書はいりません。初めての方でも簡単操作ですぐ楽しめます。操作に慣れればもっと痛快なアクションを決めましょう。僕たちはなんとかここまでこきつきました。ここから皆様の力が必要です。このゲームが好きでしたら、ぜひ応援をください。もしご意見があれば、遠慮せず僕たちに言ってください。皆さんの願いこそ僕たちの動力源です。
世界中のみんな、頼む。力を可能な限り僕に分けてくれ。ぜひよろしくお願いします。